グルメディテーションとは、コモドールのパーソナルコンピュータアミーガの初期のバージョンがクラッシュした時に表示されるエラーメッセージである。これは、マイクロソフトウィンドウズのブルースクリーンやユニックスのカーネルパニックに相当するものである。その後、バーニッシュキャッシュやバーチエルバックスなどのソフトウェアでも回復不可能なエラーのメッセージとして使用されるようになった。 グルメディテーションが表示されたとき、ユーザーが取ることのできる選択肢は、マウスの左ボタンを押して、装置を再起動するか、マウスの右ボタンを押して、ロムワックを起動するかである。グルメディテーションの表示イメージ Nintendo DS 用の自作ソフトダソルゴナイズにおけるグルメディテーション、エラーアラート自体は、画面の上部にある黒い長方形のボックスとして、表示される。その境界線とテキストは、 通常のグルメディテーションの場合は赤色、別の種類のグルメディテーションである回復可能なアラートの場合は緑色または黄色である。画面が真っ暗になりアラートが表示される直前に電源 LED とディスクアクティビティ LED が点滅する場合がある。ロムにプログラムされたミカウス 1X ではエラーは常に赤である。ミカウス 2X、3X では 回復可能なアラートは黄色で表示されるが 2X の最初期のバージョンでは緑色だった。システムに致命的な問題が発生した時にこのアラートが発生した。システムに回復の手段がない場合、システムに多数の重大な欠陥がある場合であってもアラートは表示できる。極端な場合、システムのメモリが完全に枯渇した場合に、 アラートが表示されることもある。エラーコードは、ピリオドで区切られた2つのフィールドとして表示される。その形式は、CPU エラーの場合は、0000xUEB システムソフトウェアエラーの場合は、アブクック DDDDDD である。1つ目のフィールドは、システムソフトウェアエラーの場合、発生した MC68000 例外番号、または、 内部エラー識別子のいずれかである。二つ目は、タスク構造体のアドレス、または割り当てもしくは割り当て解除に失敗したメモリブロックのアドレスである。エラーの原因となったコードのアドレスではない。クラッシュの原因が不明な場合、この番号は 48454C50 と表示される。これは16シンアスキーコードでヘルプを表す。アラートメッセージのテキストは、 ほとんどのユーザーにとっては完全に不可解なものだった。技術的に熟達したアミーがユーザーならば、例えば例外さんはアドレスエラーであり、プログラムが境界のない境界上の単語にアクセスしていることがわかる。この専門知識を持たないユーザーはグルを探すか、単にマシンを再起動して、今度は正しく動作することを期待する以外に手段はない。 バージョン2.04より、前のミカウスには、ハイパーテック、シリコンスプリングスデベロップメントコープ製のコンフと呼ばれる市販のエラーハンドラがあった。それは、多くの種類のエラーに対処することができ、ユーザーに問題のプロセスと関連する画面を削除するか、マシンがグルメディテーションを表示できるようにするかの選択をユーザーができるようにした。多くの場合、 問題のあるプロセスを削除するとデータを保存しシステムを再起動する前に実行中のプログラムを終了することができる。エラーが広範囲ではない場合はマシンを使用し続けることができた。ただしこのエラーが時々発生する可能性があるためユーザーをすべてのエラーから救うことはできなかった。回復可能なアラートはコンピュータシステムの重大ではないクラッシュである。 通常の赤色のグルメディテーションは常に即座に再起動するが、ほとんどの場合、回復可能なアラートが発生しても、作業を再開して、ファイルを保存することができる。ただし、システムが予測不可能な状態になって、データ破損を引き起こす可能性があるため、回復可能なアラートが発生した後はできるだけ、早く再起動した方が良い。グルメディテーションという言葉は、 初期のアミーガの社内でのジョークとして始まったものである。当時のアミーガにはジョイボードという製品があった。これは足で操作するジョイスティックのようなものであり、現代のバランスウィーボードに似ている。アミーガの OS の開発の初期に同社の開発者はシステムの頻繁なクラッシュに非常に不満を抱いた。そこでリラックスのためにジョイボードを使って インドの宗教家のように瞑想するゲームを開発した。プレイヤーは座って静止し続けなければならない。プレイヤーが動きすぎるとグルメディテーションエラーが発生した。We Fit のバランスゲームには同様のゲームが収録されている。ありがとうございます。